はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。今日はこの消費税は下げられる、借金100兆円の大嘘を暴くというタイトルの本をご紹介したいと思います。この本は2017年の本で、メディアでも比較的よく見かける森永卓郎さんという方が書いた本になります。で、タイトルが面白かったんで、つられて買ってしまったんですけれども、ちょっと率直に言ってですね、中身は、私の感想としては、ちょっとこう、なんていうのかな、議論の誘導が多くてですね、データの解釈について、ちょっと疑問の残るような解釈が非常に多いなと思いながら、なんとか最後まで読んだような印象でした。で、そのデータの解釈の仕方っていうのはどういうことかっていうとですね、ちょっとその森永さんっていうのは、テレビとかで見ててもそういった印象は実はあったんですけれども、例えばですね、日本の消費税っていうのは、欧米諸国に比べて高いっていうふうに言われるけども、低いっていうふうに言われるけれども、実は例えばアメリカには、消費税がない州っていうのもあるんですと。オレゴン州は消費税が0%ですっていうことが、確かこの本の中で書かれてました。で、ちょっとオレゴン以外に他にその0%があるのかとか、自分で調べてないんで分かんないんですけれども、率直に言ってですね、今私アメリカに住んでいて、多分そんな州はたくさんはないと思いますし、全米平均だと、大体7%から8%ぐらいの消費税っていうのが、設定されてると思います。で、必ずしもその消費税っていう定義は日本の消費税とはもちろん違うんですけれども、そんなイメージです。なんですけど、この森永さんはこの本の中で、アメリカでもなんと0%の州っていうのもあるんですっていうような感じで、それがさもアメリカ全体を表すような、印象を持たせながら、もちろんそういうふうに言い切るようなことは決して賢い方なんで多分しないんですけど、なんとなく書きぶりとしてそういった印象を持たせるような書き方になってるとかですね。あともう一個ちょっとひどいなと思ったのは、例えば消費税の負担率っていうのは、年収1億円だったかな、1億円を超えてくると、減ってきますというようなことが書いてあったりとかですね。で、例えばその1億円っていう資産を持っている人っていうのは、どういう人かっていうのをイメージすれば分かると思うんですけども、基本的に一般に言う、超大金持ちです。で、そういった人たちがですね、例えばその所得税っていうものだけで当然なんていうのかな、自分の財産形成をしているわけはなくて、さまざまな理由で、その税制優遇されているような措置とかですね、そういったものを最大限活用して、自分の持っている資産をなるべく、価値を増やせるように、運用するのは、ある部分で当然だと思いますんで、そういった事情を無視したりとかですね、またその1億円以上っていう、ほとんど一般で論じるのに意味のない、人々を、指してですね、こういった、格差っていうのは、不公平じゃないかっていうような議論を煽ったりとかですね、ちょっとそういったようなそのイメージの操作の印象が、強いなということを、感じました。で、なので、ちょっとこの論調自体はですね、正直言って、ほとんどなんとか賛成できないというかですね、かなり多いんですね、こういった、誘導的な論調が。なので、ほとんど読んでませんが、ただ内容にですね、実データを非常に多く含んでいるので、その実データがちゃんと、正しく持ってこられている場合はですね、とか、あとは制度上決まっていて、確実にそのデータが嘘でないと分かるようなデータであれば、自分の知識を、深めるのに参考になるなと思って、読ませていただきました。で、例えば、日本にはこういった、税制優遇措置がありますよとか、っていうのは、自分のその財産形成に関しても参考になりますし、あとは、日本の、例えば日銀の、バランスシートがこういうふうになってますよとかですね、政府の、GDP、政府のっていうか、GDP の構成はこういうふうになってますとか、政府の支出の構成はこういうふうになってますとか、そういった部分はですね、嘘のつきようがないので、そういったところは勉強になったかなというふうに思いました。はい、今日は以上です。